ベルーナドームです。埼玉西武ライオンズ対オリックスバファローズ、この試合の模様をお送りいたします。ライオンズの先発は右の平井、対するバファローズの先発は右の山崎、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなくプレイボールです。右の平井マウンドに上がりました。バファローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ注目の立ち上がり、先頭バッターは福田。背番号1、第9ボール、まずはインコース。第2球決まってストライク、キレのある変化球投げました。外角低めいっぱい、ストライク。追い込んで第4球を内角へ、グルスライダー、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。第1球投げました。直球決まってストライク、まずは入れてきました。第2球投げました、インロー空振り、これで追い込みました。投球は3球目、投げました、変化球、空振り三振。中川全くタイミングが合いません。第1球1球目ストレート空振り。第2球投げた、打ったいい当たりだ、取りました。これで3アウト。平井上々の立ち上がりを見せています。2回の表、これからバファローズの攻撃に入ります。トップバッターは杉本。第1球まっすぐ見送ってストライク、1球目ストライクからインコース低めストライク、これで追い込みました。投げた、外へ逃げるスライダー、空振り三振。平井3球で仕留めてみせました。第1球投げた、ボール。第2球打った、抜けた、宗ナイスバッティングです。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。背番号24。第1球アウトコース低めいっぱいストライク、一塁牽制球を送ります。タッチはセーフ。第2球ストレートはボール。第3球を投げた、振っていきましたがかすっただけ。次が4球目、投げた、高め際どいボール。さあ5球目、胸走った、三振。キャッチャーここは投げません。バッターは7番足立、ひときわ大きな声援が聞こえます。第1球投げました、アウトローを見送ってストライク、まずは決めてきました。投げました、ボール。第3球を投げました、カットボールはボール。投げました、空振り、タイミング合いません。追い込んでから第5球アウトロー、外れてボール。第6球は打った、ショート右への打球、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。平井ツーアウト二塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。2回の表が終わって0対0です。ライオンズリードで迎える2回です。ツーアウトランナー一塁という場面で岡田。第1球投げました、決まってストライク、いきなり151キロ。初球ストライクから打ちました、一二塁間ライナーで破った、ライト前ヒット、岡田いいバッティング。3回の表1点を追いかけます。バファローズの攻撃、先頭バッターは大下、投げた、ボール。投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、打ちました、ファールボール。次が4球目、投げた、打ちました、1・2塁間へ、殿崎掴んだ、1塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番伏見。背番号23。第1球初球打ち、ワンバウンドヒットになった、中継、ランナー二塁でストップ、伏見ツーベースヒットを放ちました。ライオンズ同点のピンチを迎えます。第1球投げた、見送ってストライク。第2球投げました、見送ってストライク、これで追い込みました。
投げました。外角空振り三振。平井ナイスピッチング。リプレイをご覧ください。右バッターボックスは2番中川。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球投げました。カットボール見送ってストライク。第3球を投げました。ボール。次が4球目投げました。ストレートはボール。インコース低め。投球これから5球目。スライダーボール。アウトローへ。さあ6球目投げた。打った。痛烈な当たり。センター前クリーンヒット。センターバックホーム。伏見三塁決定。ホームへ。二塁ランナーホームイン。ライオンズ追いつかれました。1対1。さあ先ほどの同点の場面です。バッターは指名打者吉田。第1打席はライトフライに倒れています。投げた。初球から打ってった。源田取ってアウト。スリーアウトチェンジ。3回の表が終わって1対1。ライオンズこの回1点奪われ同点とされています。ゲームは中盤戦に入ります。トップバッターは杉本。今日の第1打席はスイングアウト。第2球空振り。これで追い込みました。第3球を投げた。ボール。第4球を投げた。打った。フラフラっと上がった。掴みました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは5番宗。これが2度目のバッター。打ちました。初球打ち。これはヒットになります。宗ナイスバッティングです。さあワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。バッターは6番紅林。第9投げた。外角高め。ボール。一塁へ牽制球を送ります。第2球投げました。ボール。内角低め。投球はこれから3球目。3球目空振り。少し迷ったか。第4球を投げました。外れた。ボール。投げました。空振り。タイミング合いません。さあ6球目。一塁ランナー出た。打ちました。打球は三遊間へ抜けた。中継。紅林いいバッティングを見せました。ライオンズピンチを迎えます。バッターは7番足立。大きな声援が届いています。第1球投げました。見送ってストライク。まずは入れてきました。第2球決まった。ストライク。第3球を投げました。打ちました。第4球を投げた。打った。ヒット。バックホーム。間に合うかどうか。ホームイン。ライオンズリードを奪われました。2対1。今の勝ち越しのシーンリプレイでご覧ください。バッターは8番大下。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。1球目ストライクから第2球打ちました。ボテボテの当たりはショートゴロ。ボールはセカンドへ。判定はセーフ。判定はセーフ。先ほどのプレーです。先ほどツーベースを放っている伏見。平井ピンチの場面でどういう投球をしてくるか。第2球投げた。見送ってストライク。これで追い込みました。第3球外のボール引っ掛けた。三遊間の打球セカンドフォースアウト。アウト。ゲッツー。スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。4回の表が終わって2対1。平井この回さらに1点を失いました。ライオンズ同点のチャンスです。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で岡田。ボール。投げた。打ちました。いい当たり。掴んでこれでスリーアウトになります。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ライオンズ三塁にランナーを置きましたが同点には至りませんでした。4回の裏が終わりまして2対1です。バファローズこの回1番からの高打順になります。左バッターボックスはトップバッターの福田。ここまで2打席連続三振。初球を打ちました。センター前進ヒット。
福田ナイスバッティングです。リプレイをご覧ください。バッターは2番中川。第1球投げた。初球空振り。1球目空振りから第2球決まってストライク。これで追い込みました。投げた。1球外してボール。第4球を一塁ランナー走った。キャッチャー二塁送球、これは悠々セーフ。盗塁を許します。さあ5球目スライダー空振り三振。バッターは DH の吉田。今日はライトフライとショートライナー。第1球投げました。初球を打った。ショートの右、一塁送球アウト。これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。第1球投げました。ストレート決まってストライク。まずは決めてきました。投げました。ボール。5球は3球目投げました。ファールチップ。これはしっかりキャッチしていました。投げました。外角スライダー見逃し三振。平井、ノーアウト二塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。5回の表が終わって2対1です。ゲームはこれから後半6回に入ります。先頭バッターは宗。第9球初球から打ってった。レフトバックして取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番紅林。これが3度目のバッターボックス。第9球投げた。危ない球。第2球投げた。カットボールはボール。第3球を投げた。ストレートはボール。さあ4球目変化球ストライク低め。ここは1球見送ります。打った。ファール。第6球を投げた。打ちました。殿崎ボールを掴んだ。一塁へ送るアウト。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは7番足立。第1球投げた。直球見送ってストライク。第2球打ちました。ファールボール。第3球三振。平井、最後は空振り三振で打ち取りました。6回の表が終わって4対2です。ライオンズリードで迎える6回です。ワンアウトランナーなしという場面で岡田、初球引っ張った。スタンドに入りました。ファール。第2球投げました。2球目空振り。バッター追い込まれました。第3球を投げました。打ちました。三遊間ライナー破った。ヒット。センター前ヒットになった。岡田いいバッティングを見せました。バッターは9番鈴木。今日は三振とレフトフライ。サークルチェンジはボール。第2球アウトコース高め、スライダーは外れてボール。第3球見送ってボール。投げました。内角低め見送ってストライク。ここは1球見ます。投げました。打った。サードゴロゲッツーになるか。二塁フォースアウト。アウト。ダブルプレイ。スリーアウトチェンジ。先ほどのプレイです。中盤まで終了しまして4対2ライオンズ。この回の攻撃はゼロで終わっています。ライオンズピッチャーを変えてきました。先発の平井、6回2失点の好投でマウンドを降りました。右の森脇、今日2番手としてマウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。第2球これはかすった形になりました。投げました。3球目ストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。内角低め外れてボール。第5球投げた。インロー。空振り三振。三振に切って取りました。バッターは9番伏見。第1球投げた。ボール。第2球投げた。打ちました。ファール。第3球を投げた。ボール。さあ4球目ストライク。振っていきましたがかすっただけ。さあ投球は5球目。ボール。ボール。第6球を投げた。打ちました。ファールボール。さあ7球目内角低めいっぱい見逃し三振。内角低めいっぱいに決まった。第1球1球目ストレート空振り。第2球決まった。ストライク。追い込んで第3球を外角外れてボール。さあ4球目低めいっぱい見逃し三振。
さあリプレイです。ライオンズファンの願いが詰まった青いジェット風船が今舞い上がりました。バブローズ、この回は上位打線から始まります。先頭バッターは中川、初球空振り。第2球投げました、ストライク。第3球を投げました、外、空振り三振。森脇3球で仕留めてみせました。では改めてリプレイを。ライオンズピッチャーを交代します。森脇降板、マウンドに上がったのは平、今日3番手としてマウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。バッターは指名打者吉田。第1球投げました、ストレート見送ってストライク。いきなり158キロ、初球ストライクからストライク、これで追い込みました。第3球を投げました、1つ外したボール。さあ4球目打ちました。源田交代、ワンバウンドヒット、センター前ヒット。吉田ナイスバッティングです。バッターは4番杉本、今日はここまで3打数ノーヒット2三振。1球目ストライクから2球目ストライク、投球はこれから3球目。第4球を投げました、外れたボール。さあ5球目、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。バッターは5番宗、今日はここまで3打数2安打、見送ってストライク。第2球投げた、2球目空振り、これで追い込みました。第3球を投げた、外、ストレートは外れてボール。第4球を投げた、ボール。第5球投げた、流し打ち、どうだ、切れていきます、ファール。さあ6球目、完全に外れたボール。第7球をランナースタート、これは外れてフォアボール。バッターは6番紅林。第1球1球目ストレート空振り、いきなり157キロ投げた、おっとデッドボール、これはデッドボール。第1球投げました、打った、ファール。初球ファールから第2球アウトロー際どい球、ボール。第3球あーっとキャッチャー取れない、そして今拾い直した。第4球を投げました、アウトコース低めストライク。第5球投げました、見送ってボール。次が6球目、ランナー一斉にスタートします、引っ張った、ファールボール。第7球をランナー自動的にスタート、打ちました、抜けた、宗一気にホームイン。ライオンズ大事なイニングで追いつかれてしまいました。4対4、今の同点のシーンリプレイでご覧ください。バッターは8番大下、今日4度目のバッターボックス。初球空振り、いきなり157キロ。第2球変化球ストライク、アウトローへ。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、インコース低めいっぱい、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。リプレイをご覧ください。ここはピッチャーに軍配が上がりました。8回の表が終わって4対4です。さあ勝ち越しのチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で岡田ストライク、まずは見送りました。投球これから2球目、打ったに当たりだ、ワンバウンドヒットになる。ライオンズここで勝ち越しました。ライオンズ貴重な1点、岡田タイムリーツーベース。今日これで4打数の3安打。勝ち越しの場面映像でご覧いただきましょう。さあいよいよ9回に入ります。トップバッターは伏見、今日はここまで3打数1安打1三振。さあ次の投球ファールチップ、これはしっかりキャッチしていました。第3球を投げた、打った、痛烈な当たり、ライナー破った。伏見いいバッティングを見せました。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。バファローズダイソーを起用します。佐野一塁に入りました。バッターはトップに帰って福田、今日はここまで4打数1安打3三振、タッチアウト、牽制決まりました。先ほどのプレーです。第1球投げた、直球ストライク低め、いきなり153キロ、
第2球投げた、カットボールはボール。投球はこれから3球目。インコース引っ張った、頭上を越えた、ヒットになります。福田二塁も狙う。福田いいバッティングを見せました。ライオンズ同点のピンチを迎えます。さあリプレイです。ライオンズピッチャー交代です。平降板。ここでマウンドに上がったのはボウ。最終回1点リードの場面でマウンドに上がります。バファローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ次の投球決まってストライク。第3球を投げた、打ちました、ボウ。取った、ピッチャーから1塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第1球投げた、まっすぐ見送ってストライク。いきなり152キロ。2球目ストライク。さあ次が最後の投球になるか。投げました、変化球、空振り三振。ボウ見事なピッチングです。ライオンズ見事勝利を収めました。ご覧の通り埼玉西武ライオンズの勝利です。さあ本日のヒーローは2名。まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。